います。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次発言、ご発言願います。大野元裕君。民主党新緑風会の大野元裕でございます。今日はご説明のございました、予算委員会から委嘱を受けました25年度の予算に関しご質問をさせていただきたいと思いますが、その前にこの極めて重要な予算に関しこの委嘱審査がしっかりと実施ができるかどうか正直危ぶまれるところでございました。そういった意味でやはりその与党それから政府の方々にはしっかりとした国会運営というものを改めてお願いをさせていただきたいと思います。さて質問通告を出しておりませんが、今ご説明をいただきましたところで外務大臣の方から私は外交の責任者として日本と世界の平和と安定をうんぬんというお話がございましたので質問はしておりませんがお話をちょっとお伺いしたいんですけれども、今般の川口前委員長の外交訪問に関しまして我が方の外務省としてはその外交の責任者として報告あるいはそれに対する評価そういったものをしっかりと受けてされておられるかどうか、それをまずお伺いしたいと思います。岸田外務大臣。まず我が国を取り巻くこの戦略的な環境、大変今厳しいものがあると考えております。特にアジア太平洋地域における戦略的環境、この刻々と変化する厳しいものを強く感じているところであります。その中にありましてこの外交の責任、大きいものがありますが、この、議員外交というものの、この大切さも感じるところでございます。今回の川口、この委員長のこの訪中につきましては、事前にこの便宜供与の要請を外務省において受けておりました。そしてこの当初の24日までの訪中の予定が24日の段階で25日まで延長されるということについては24日の段階で連絡を受けました。そしてこの25日 の状況につきましても大使館において川口委員長から連絡を25日終わった後受けたということでございます。このその状況につきまして外務省としましても公電をこの報告として受け取っている、こういった状況にあります。はい、大野君。日程の話はよく分かりました。会談等の報告をお受けになり、それに対して外務省として外交の責任者としてどういう評価をされておられるかということを聞いているわけでございます。岸田外務大臣。川口議員からは私はまだ直接この訪中につきまして報告は受けておりません。この25日まで訪中されたということにつきまして、この事務的な連絡等関係部局から報告を受けているところであります。この日中関係大変厳しい局面にある中にあって、あと議員外交というこの切り口も大変重要な切り口ではないかと認識しておるところでございます。大野君。はい、私も議員外交の重要性極めて同じ感覚でございます。しかしながら外交の責任者としてという話がございましたので、ぜひまた別の機会にそのご評価なり報告の中身というものは聞かせていただきたいと思っております。それでは早速質問、30分という短い時間でございますので、若干提出した質問と順番が変わりますがご容赦をいただきたいと思っております。まず今まさに議員外交外遊の話がありました。
お配りをさせていただきました報道等によると、閣僚の半数超が外遊、多すぎ、こういうその報道もあります。で、私は必要な外交はしっかりとやっていただいた方がいいとは思いますが、まず外務大臣、外務の政務三役も含めると相当外遊に出られているようですけれども、ちょっと概要を教えていただけますですか。岸田外務大臣。外務のこの政務三役に、つきましては、まず私自身が中南米、そしてロサンゼルスをこの訪問をさせていただきました。また松山この外務副大臣におきましては、フランス、リトアニア、デンマーク、フィンランド、こうした地域を、そして鈴木外務副大臣、モンゴルをこの訪問させていただきました。そして安倍外務政務官、エチオピア、ジプチ、さらには若林外務政務官、タイ、こうした地域を訪問させていただいております。小野君。防衛大臣いかがでございましょうか。小野寺防衛大臣。ゴールデンウィーク中の海外出張ですが、私は29日から1日の間にワシントンを訪問させていただき、ヘーゲル新国防長官ほか国防省担当者との会談をさせていただきました。江戸副大臣は5月1日から5日の朝になりますが、イタリアに防衛交流の方で訪問させていただいております。また佐藤明政務官につきましては4月25日から4月30日の間、南スーダン、ジブチの自衛隊が派遣している部隊において、訪問、報告をさせて、訪問視察をさせていただいております。また、佐藤正久政務官におきましては、基本的に国内におりまして、防衛省としましては、どの日におきましても、政務三役は必ず在京している、そのような日程に組ませさせていただいておりました。大野君。私はかつてこの外務防衛委員会におきまして、現在のルールは正直厳しすぎると思っていて、松本孝明外務大臣の時ですけれども、外務大臣に少なくともついてはしっかりと外に出て日本の国益を主張できるような立場を取るべきだと主張してきた人間でございますので、野党になっても同じ感覚を持っております。その意味ではぜひ大臣には頑張っていただきたいと思います。しかしながらこういう論評もあります。ゴールデンウィークには、これ去年の話です、ほとんどの閣僚が外遊することになっていて、個別に内容を聞いていると手数がかかるので、参議院自民党国対では昨日の朝各省庁に連絡し、個別の日程等をヒアリングをした。以下ちょっと訳させていただきますけれども、外交上の重大問題が発生したときに、ごめんなさい、9名の安全保障会議メンバーのうち7名が不在になる。このような中で外交上の重大問題が発生した際にどうやって対応するのだろうか、危機管理の精神に欠けている。ゴールデンウィークの海外出張の設定一つとっても、この内閣には国家国民を守るという強い気持ちが全くないことがよくわかる。これはどの方のお書きになったものかというと、実は去年、瀬古さん、今のこちらの国会の方に、各大臣の出張の日程をご説明になられた御党の官房副長官がお書きになっている文章でございます。7名、この資料を見ていただくとお分かりになるように、今回も同様に赤い印をつけてありますけれども、7名の閣僚の方が安保会議の構成メンバーでお出になられております。で、さらに私にとっては非常に残念なのは、これ先ほど申し上げたとおり、外交はぜひ日程を見つけて積極的にやっていただきたい、これはもうその通りなんですが、しかし今自衛隊の諸君のことを考えると、北朝鮮のミサイルの問題について大臣の命令に従って極めて厳しい環境の中でさまざまな方々が汗を流しておられる、そういう状況であります。そのような中で果たして去年と同様に7名の方が
お出になるということ、まあ、これは各大臣の個別の大臣の方が全体を申し上げる話ではないかもしれません。しかし特に防衛大臣におかれてはそれについてまずどうお考えなのか、個別の自衛隊の職員に対してですね、私はやはり説明をするべきではないかと思いますが、いかがでございましょうか。小野寺防衛大臣。おっしゃるとおり、今、ミサイル防衛を含めて、北朝鮮対応を含めて、中国もありますし、大変今緊張感を持って対応させていただいております。そういう中で、例えば今回、新国防長官と、私はまだ電話会談しかしておりません。一度も直接会談をしていないという中で、どうしても国会のさまざまなスケジュールの中でワンチャンスでこの機会に、訪米をして日米関係をしっかり再構築するということ、これは大事だということで判断をさせていただきました。私自身は29日の11時の飛行機で行き、1日の15時25分の飛行機で帰ってまいりました。ワシントンだけ、そしてペンタゴンだけということで、最小限の日程をさせていただいたと思っております。またそれ以外の27日から6日の間のことについては、基本的に在京にしております。数日地元に戻ったときもありますが、そこは在京調整もさせていただいております。以上です。大野君。よくその重要性は、訪問の重要性は私否定しているものではありません。自衛隊の職員に対して大臣の名前で命令を出しになっていて、彼らは極めて厳しい状況に置かれている。しかもこれ拝見するところでは、副大臣、防衛副大臣、防衛省の場合には副大臣も一人しかいないと私も理解をしておりますけれども、大臣と副大臣がどうもこれ重なるところがあるようでございます。聞くところによると数時間とは聞いておりますけれども、しかしながら大臣と副大臣の両方の方がこの極めて重要な危機管理の事態において陣頭指揮を取る体制なかったというのは、私は大臣のぜひまずご見解をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。小野寺防衛大臣。正確に言いますと、5月の1日、私が成田に着きましたのが3時、で、江戸副大臣が成田を出発したのは11時ということで、約数時間、この間、不在の時がありましたが、このタイミングにおきましては、佐藤明政務官が、防衛省、在京ということで対応していただきましたので、政務三役ということであれば、漏れはなかったというふうに思っております。大野君。意外になりますからこれでやめておきますけれども、佐藤政務官自体も30日にお戻りになっていらっしゃるんですね。でその状況の当然引き継ぎ、これに万全に異論なきと信じたいですけれども、しかしながらこれ周りの方からこれ新聞に出てるんですね。で、それぞれの隊員の諸君、そのご家族、そういった方々を見られている中で命令を出されている大臣はやはり指揮にも関わると私は思いますし、その意味ではしっかりとした体制を敷いていただくことが重要だと思うし、なおかつ去年官房副長官がおっしゃられているように、平時ですら7名の安保の会議の構成員が出るということは問題である、人の命を大事にしないとまで、そういう指摘もございますので、ぜひ防衛大臣におかれては、もちろん相手が北朝鮮が正直言って我々にとっては問題になるわけですけれども、そうとはいえ出されている自衛隊の諸君の方々をぜひとも考えていただきたいと、お願いをさせていただきたいと思います。話題を少し変えさせていただきますが、では外務大臣にお伺いいたします。今回の、予算について関連してでございますが、外務省の人員の要求及び、外務省というのは非常に重要ではありますが、特殊な語学等のも必要だと思いますけれども、そういったその教育の体制についてはどうなっているんでしょうか。岸田外務大臣。外務省としましては、この領土をめぐる問題ですとか、日米同盟を基軸とする近隣諸国との安全保障協力、さらには新興国の成長力を取り込むためのこの経済外交の推進、こうした重要課題に対してこの能動的かつ機動的に取り組むため必要な人員を要求したところでありますが、その中にありまして、このご指摘のようにこの我が国のこの外交の幅が拡大している中、この語学あるいは地域あるいは分野の専門家の育成、大変重要だと認識をしております。当初としましてはこの職員の語学力、向上につきましてはこの格別の意を用いており、現在国会で審議していただいております
平成25年度予算案におきまして、語学力の向上を含む研修関連予算につき、前年度比約3500万円増、13% の増加ですが、こうした予算をお願いしているところでございます。このように、専門家の育成等、この優秀な人材にぜひ心を用いていきたいと考えております。大野君。私もその点については全く同感でございますし、外務省における専門知識、あるいはその語学、この重要性というものはそれぞれ外務省の職員認識していると私も思っています。しかしながら大臣、一つ腑に落ちないことがあるのは、前回予算委員会で私は大臣に、安倍政権の危機管理体制についてお伺いをさせていただきました。あの時にアルジェリアに応援をした約50名の、本館の方も含めてですけれども、すべての方の中で、アルジェリアのいわゆる一般の方がしゃべる言語であるアラビア語の人間は何人派遣されていましたかとお伺いをさせていただきました。もう一度ちょっとお答えいただけますか。はい、岸田外務大臣。アルジェリアの事件に対しましては、このアルジェリアにおきまして、政府とこの公式な場において、使用される言語、フランス語ということもあり、このフランス語の専門家を中心に対応に当たったというのが現実でありました。このそうしたことで、このアラビア語を専門とする日本人職員はこの現地対策本部にはこの派遣されていなかったというのが実情でございます。大野君。そうなんです。確かに政府上の方の人はしゃべれますけれども、これこの間もご指摘したんで繰り返しはあまり避けますけれども、例えばその地域において情報を収集するとか、さらにはそのもしかすると当時の拘束していた犯人グループと交渉するということであればアラビア語が必要だったかもしれない。でそのアラビア語については私は問題はなかったんですかとあの時大臣にお伺いをしましたら、現地職員で対応するので十分であると、こうおっしゃったと私は理解しております。それは相違ないでしょうか。岸田外務大臣。今回の事件につきましては、先ほど申し上げましたようなこの体制で臨ましていただきました。今回の事件においては、この現地のこの職員等をも活用する形で対応させていただきました。しかしながら、ご指摘のように、今後のこと、また日本の外交そのものを考えますときに、このアラビア語を含むこの語学の専門家の要請は大変重要な課題だと認識をしております。大野君。大臣、やってることと言ってることが違うんですよ。要するに、すでに優秀なアラビア語だけじゃなくて、フランス語の方もそちらにおられますけれども、優秀な方おられます。で、これからもどんどん育成する必要があります。それただ使わなければ、お金つけても無駄になるということに私はなると思います。で、アルジェリアの場合には、おそらく政府として、しっかりとした全面的な、おそらく力を傾注して対応されたことだと私は思います。その時に、せっかくこういった予算を、要求するわけですから、私、やめろと言ってるんじゃないんです。やんなかったからやめろと言ってるんじゃないんです。やるんですから、これだけのことをやるわけですから、本当はもっとあってもいいと思ってます。しかしながら、それは政務三役がしっかりと手を突っ込んで、やはりこれだけの人材を投入せよと、そういう指揮、命令がなくてはいけなかったんではないかと、これは今、予算の話してますので、アルジェリアの反省云々とは言いませんが、ただ、やってることと言ってることが違うと、要求を国民のに対しても、これだけのものが必要で要求するんですということを国会の場で審議をさせていただく、国民の方にもご納得がいただけないと私は思いますので、要求する以上、しっかりと使っていただきたいと思いますが、最後にちょっとお願いします。岸田外務大臣。はい、この今回のアルジェリアの事件につきましては、この外務省としましても、また政府全体としましても、検証作業を進め、政府においてきましても、先日、有識者におけるこの検証作業を終え、近々、これに対する対応も
明らかにしたいと考えておりますが、しっかりとご指摘も踏まえながら、これからのありようについて考えていきたいと考えております。そして予算につきましても、このご指摘踏まえて、今後のこの予算の活用という部分において、この努力をしていきたいと思います。大野君。はい、ぜひよろしくお願いいたします。防衛大臣にお伺いをさせていただきます。防衛予算について厳しい中で、私も大変ご苦労された予算だろうということはまず持って、推察をさせていただきます。でそのような中で表にもさせていただいたんですけれども、私の理解では防衛の予算というのは国家を守る、国民の命を守る極めて重要なものとして、ある、当然の話なら戦略があり、そしてそれに対するしっかりとした戦術の組み方があり、そしてさらにはそれが装備品やあるいは人員やさまざまなものに降りていくものだと私は理解をしております。自民党政権になって極めて早い時期に、いわゆるふたふた大綱、防衛の大綱の平成23年以降の防衛の大綱についてのふたふた大綱の廃止をお決めになられました。今回の平成25年度の概算要求の下敷きとなる戦略、根拠はどういったものでしょうか。小野寺防衛大臣。廃止というよりも見直しということで、私どもは表現をさせていただいております。特に昨年の北朝鮮、人工衛星と称するミサイル発射、中国による我が国周辺海空域における活動の急速な拡大、我が国を取り巻く環境というのはふたふた大綱以降もさらに一層厳しくなっていると思っております。また米国は国防戦略指針のもとにアジア太平洋地域におけるプレゼンスを強化して、我が国を含む同盟国との連携協力の強化も施行しております。そしてまた一昨年発生いたしました、北沢前防衛大臣いらっしゃいますが、大変お力いただきました東日本大震災、これもさまざまな教訓がふたふた大綱以降得られていると思っております。このようなことを踏まえまして、現下の状況に即応して我が国の防衛体制を強化していくための大綱の見直しということを今回検討させていただきたい、そのように思っております。大野君。すみません、どこが根拠かよく分からなかったんですが、防衛省のホームページを見ると、平成25年度の防衛予算の編成の準拠となる方針というのがここにあります。でこれがおそらく、我々がこれまでやってきた一般論でいうと、ふたふた大綱に基づく中期防衛力整備計画、この要するに柱になる理由のところではないかと推察をいたしますけれども、これ実は中身表で一覧で、真ん中が実はほとんど中身一緒なんですけれども、額は違いますけれども、項目は一緒なんですが、左側の方はふたふた大綱に基づく中期防衛力整備計画のいわゆる大きな柱のところで、この右側のところが今回の25年度の防衛予算編成方針のまさにこれに出てくるものを基本的にすべて書き込みました。左側のところは野田政権の時の概算要求の時にまさにそこから持ってきたものでございます。私どこが違うのかよくわからないんですね。で実際の問題としてこう、予算で要求されているところ、それから書いてあるものも確かに一部軸が違うものの、例えば周辺海空域の安全確保、それが野田政権の時、新しいのでは周辺における安全確保能力向上ということで同じものを要求をしています。島嶼部に対する攻撃の対応能力、周辺における情報収集警戒能力監視、島嶼部のための輸送力、機動力、防空能力、要するにこれ中身というか、その持ってきた根拠自体がほぼないものがない、ふたふた大綱の中規模の整備力計画、これ要はするに新しいものをここで持ってきて準拠する方針として書く理由というのはちょっとよくわからない、あるいはその見直しをされるのであれば、もしかすると一六大綱に基づくということなんでしょうか。ちょっとそこのところをご説明いただけないでしょうか。小野寺防衛大臣。先ほどお話ししましたように、ふたふた大綱以降さまざま安全保障環境が変わっているということの中で、私ども、そういうことで今回対応を検討させていただいております。そしてこれは大野委員の方でまとめられていただいたそういう資料だと思いますが、具体的に例えば私ども、平成25年度今ご審議いただいております予算におきましては、例えば昨年9月の概算要求の時点から加えまして、南西地域の警戒監視等のための自衛官の充足、あるいは E767、E2C の運用拡大を支えるための燃料、部品等の確保、あるいは警戒監視体制協力のためのレーダー更新の追加、
それから災害の対処拠点となるような駐屯地の耐震改修、このような予算を追加をさせていただいております。その中で現下のさまざまな危機に関して対応させていただきたい、そのように思っております。大野君。指摘しているのは考え方の問題でございます。戦略なき、予算というのが私は海外に見られることは決して日本にとってもいいことではないということを申し上げているわけでございます。もちろん見直しした後のそれについてはまた別な話だと思いますけれども、そこについてはぜひ時間がないのでちょっと別なことをお伺いしたいんですが、今人員の充足の話もございましたが、給与の問題がございます。今日佐藤政務官にお越しをいただいておりますので、ぜひお伺いをしたいんですけれども、例の公務員の人件費 7.8%、 これは自衛官には適用しませんというような発言をされたり、私自身佐藤政務官から直接スピーチとして昨年11月青森でお伺いお聞きをしましたが、民主党政権下で自衛隊員の給与が下がったのは問題だと、自民党になったら必ず上げる約束しますとおっしゃっておられました。今回の予算の中に自衛官の給与の増はどこに含まれているのか教えていただきたいと思います。佐藤防衛大臣政務官。はい、お答えいたします。自衛隊員の給与削減、復興財源に対して自衛隊の給与の 7.8% 分を充当するということについては、自民党の方では、これは問題点を指摘させていただき、政府与党の当時の政府民主党の提案の2年というものを半年間自衛隊員は特別扱いをすると、削減を猶予するということをさせていただきました。でそれについて私がその発言の中で、自民党など必ず上げるといったスピーチをしたというのは認識のちょっと違うような感じがします。現在の法案というのは、時限立法でありまして、来年の3月31日までこの、暫定的に削減するというものでこう自動的にあります。でこれは委員会ですので正確な議論をやりたいと思っております。昨年の11月青森の方には私は、当時の大野大臣政務官とは一緒に行っておりません。でいつの時点の話、ここは国会ですので、昨年の11月に、青森と、それは多分違うと、私はその11月は青森の式典に行っておりませんので、あやふやな記憶で議論するとはまあ良くないと思いますので、そこは正確にお願いしたいと思います。大野君。失礼しました。青森ではなくて北海道の駐屯地でございます。でそこで、おっしゃったと思います。要するに時限立法なので終わったら給料上がると、そういう理解なんでしょうか。佐藤政務官。私はそこで言ったのを5点言わせていただいたと思っています。一つは、今回任務あるいは活動範囲が広がっている、即応態勢が高まっている、でその一方で予算は増えず、あるいは人員が減っている、これが1点、はい、2点目これは、予算については25年度の概算要求、これは24年度比べても要求段階からマイナスだ、これが2点目。で3点目、これ、自衛隊員の定数削減については当時の政府民主党の方から削減法案が出ておりますが、これは、参議院の方で今、我々は反対なので、自民党反対、それを止めている、これが3点目。4点目として今言った給与削減については、我々はこれは2年間丸々削減とおかしいということで、これを1年を要求し、結果として半年間のものになったと。でそこで言ったことは、一般公務員と自衛隊員との違い、いざというときに国家国民のために命をかけて任務を遂行する自衛隊員と一般公務員の違いという、この分については国会で正々堂々と議論するということを5点として言わせていただいたというふうに記憶しています。大野君。いや、その理由はおっしゃってました。理由もおっしゃった上で、必ず上げます、約束しますとおっしゃったので、したがってどこに書いてあるんですかというのを私はお伺いをしたわけでありますが、どの辺ですいません自衛隊の給与が上がったのか教えていただけますか。あ、そういうことかもしれません。佐藤政務官。私の記憶では、そこで自衛隊の給与を上げるというふうに言った記憶はございません。で先ほど私もその自衛隊の給与と、元自衛官ですから、これは人事院勧告に基づいて給与が今の場合は算定されると分かっておりますので、そう上げるということを言ったわけではなくて、あの時言ったのは、今言ったように一般公務員と自衛隊との違いというものをしっかりとこれは国会で議論するということを申し上げて、
で、当時、自民党の就任の政権公約の一つとして、自衛隊の数と予算を上げますというふうに公約をし、選挙を戦い、勝利をしたと。その後でいうことで、その後、防衛大臣の下でいろいろ努力をさせていただいて、自衛隊の予算については11年ぶりに増額、隊員については20年ぶりに増員、そして事務官については、18年ぶりに約300名の査定をさせていただいたということですので、隊員の給与については、はい、給与については、当然、今、時限立法ですから、その後、3月31日にまでに、このまた新たな法律が出れば別ですけれども、基本的にはそれは元に戻るということだと思っています。大野君、時間がないのでこれで終わりますけれども、給与増について私は言ったと、副大臣も当時おられましたけれども、当時の副大臣もおられましたけれども、私はしっかりと聞いてはおりました。これをここで言ってもほとんど 無駄な議論なので、そこはやめておきますが、ぜひ、佐藤政務官は元自衛官として、自衛官の方々に大変期待をされておられますので、そのあたりについては、私は選挙のためとは思いたくないですけれども、ぜひそういったそのリップサービス等で終わるような政務官であってほしくはないし、そうじゃない人だと私は信じておりますので、ぜひそこのところは平成16年の大綱以降、毎年2000人ずつ減らしてきた自民党でございますので、しっかりとそこをリカバーしていただくということをお約束をいただきたいと思います。以上で質問を終わります。はい。